もう一席お付き合いを願っておりますが、まあどうも陽気が定まりません。寒かったかなと思うと暖かくなったりまた寒くなったりというだけ。まあ今時の雨をこの木の芽起こしとか言うそうではないです。なかなかいい言葉でございますね。竹の子流しなんてことも言うんだそう。まあ、雨が降るたびに暖かくなるわけでございますけど、まあちょっと前のあの予想ですと言うと今日あたりが東京あたり花が咲くなんてこと言ってたんでございますけど、ちょっと遅れるようでございますね。まあ花という実にどうも結構なもの。日本でこのただ花と申しますとこれは桜のことだそう。他はまあ菊の花とかレンゲの花とか上にこのつけなくちゃいけないんだよ。ただ花ってだからもう桜だそう。あの桜の花っていうのは咲くてと実にどうも心がウキウキしてまいりました。ああ陽気になる花でございます。なんかうちの中にいらんないなというそういう心持ちになります。銭湯で上野の花の噂かななんという。ああ花見っちゃ花見花見どうだった。どうもえれえ人だぜおい。わんさかわんさか出てやがってな。おうばあさんがおめえ三味線弾いてるかと思ってと若い娘が赤い毛出し出しておめえ白いすね出して踊ってやんだよ。色っぽいのなんだってな。うんかい。で花どうだって。花咲いてたかな。こんな何を見に行ったんだかわからないですね。今この花見と申しますってとただ飲んで騒ぐぐらいのせいぜいカラオケを歌うぐらいのもんでございますけど、昔はいろいろこの趣向というものをしていきましたそう。上野の山下あたりにこの茶番の道具を貸す店がございました。まあここでいろいろ道具を書いてこの紛争して出かけたという肌しいやつになりますってと亭主がこの馬になりました。で一生独力の不意のところへぶら下げました。神さんがこの肩肌を脱ぐてと派手な長襦袢を見せました。馬のになれてとこの赤いしごきをこのたすきのか、しごきの代わりにいたしまして、小諸星かなんか歌いながらやってくるなんていうのはありましたさ。おい見ろよおい、のほほんだねおい、亭主が馬になってやんだいだ。ちょっと褒めてやるじゃね。よよご両人ご両人できましたご志向大当たりありがとう。ちょいとお前さん頑張ってくれよ、大層評判がいいよ。そうかよ、ありがてえなと。バカなやつが向こう島一回りして向こう船すりむいたなんていうのあったよなんですけど、いろいろ思考を重ねたもんだそうですね。おう、うちかい。あ、来てきた。もうちょっとこっち上がってくれ。なんで嫌んなこいつら。なんで酔った。他でもねえんだけどよ、花咲いたね。あおめえ今が一番いい時だって。この二三日うちだってで。そうなんだ。ついちゃんおめえ今年も花見に行こうってんだけどね。どうもここんところねもう一つ思考が面白くねえってんだな。おお、なるほどなるほど。で今年は一つ思考に来ろうってことになってよ。てとどうすんだろう。なんだな、今までにこういう思考はねえだろうって。えこれからもねえだろうって。えでまああっといった開いた口が塞がらなくてよ。でまあ銭がかからねえという注文が多いね。お前これまあねえこともねえね。あるかい。どうする。まあ10人ぐらいな頭数いけとってもらえて。10人ぐらい。おお、俺らはどうにかなんだろうな。でどうする。でお前10人ばかりでもって向こう島へ出かける。何を向こう島じゃなくたっていいよ。え上野だって構わねえし。いやそれが向こう島じゃなくしちゃいけねえ。でなこの桜がずーっと並んでなきゃいけないんだな。10人がめいめいこの枝ぶりのいいのを池戸ってえと下に台を置いといてよ。その上上がるってえとお前横丁のばあさんに三味線行かせてな。その上で終わってお前あちゃんら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 ってんだこの踊りながら帯をほどく。ああなるほど、着物を脱いじまってザーラーチャンラチャンラチャ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 ラってんで長襦袢だってな。じゃあ総踊りでもって踊ろうってんで長襦袢もチャラ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 ってんでこの脱いじゃう。ほんでお前ふんどし一本そのふんどしもチャラ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 ってんで外しちゃう。あでどうすんだ。チャラ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 ってんでこの桜の枝へ引っ掛ける。
で、チャラ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 ってんでころを結ぶ。で、チャラ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 ってんでころを首にかける。この辺でいいだろうってところでもって、お前、ドーン、ドーンと太鼓を入れてよ。これはいぜまって、お前、ソーラ蹴っ飛ばせってんで下の台をパーンと蹴飛ばしまう。首吊りになっちゃうよ。ああ、なんだ。考えてもごらんや、おい。花は満開だよ、お前。そこへすっぱだかになった男が十人おめえぶら下がってよ。隅田の川風に揺られてるなんだな。行きだよ。第一、みんな死んじゃったら後の評判わからねえけん。だからまあ、俺だけ生き延びてな。ダメだよ、女ね。どうだい、俺が一つ考えた狂言があるんだけど、乗らねえけん。どんな敵討ちてんだよね。敵討ち、お前どれどうだね。どうなんだよ。まずいるのが敵討ちてえから、俺は浪人者だね。これが一人。で、敵を討つ方、これが巡礼兄弟、これが二人。それと、66部と、これだけいける。ああ、お嬢分、ここにいるだけでいい。ああ、なんだよ。だからおめえのことを呼んだ。ね。まあ、筋を話をするってところだ。上野のすり鉢山あたりがよかろうと思うんだよね。この浪人者が切り株に腰をかけてパクリパクリタバコを飲んで、おい巡礼兄弟が火を借りに来るってのが話のきっかけだ。卒じながら火を一つおんかしくださり、ささおつけのそれってんでこの巡礼兄弟が火をつけようとして深編みがさんの中覗いてあっといっと驚いて、これがセリフになる。セリフはまあここに書いてるんだよね。いや珍しいや、何時は何の何がしような、何時は何年以前国元において我が父を打って立ち退き次第役に、何時を狙い撃たんがため我々兄弟の観難深刻いかばかり、雨に打たれ風にさらされ一日先週の思いをなして今日このところにて出会いしら、猛気の布木うどんげな花町へたる今日ただいま、いざ親の肩ぎだ立ち上がって尋常に勝負勝負ってんで詰めやん。でだめ敵を前にしゃらくせってんで深みやさを跳ね上げる程度、これからおめえ長えのをしっこ抜いて、巡礼兄弟はおめえ仕込み杖を抜くてえとチャリーンチャリーンと合わせようてん。これおめえ竹光なんてそんなもん使わねえ、本命を使おうてん。本命？ラブね、危ねえったったおめえ、これが芝居だってえことは分かっちゃいけねえな。だから立ち回りだってそうだよ。ああいい加減なやつじゃなくてな、この野郎本当に叩きちまおって、それでうわーってんで切り込んでくる。切られちゃ大変だから、当たり前だよ。これチャリーンって音があるんだ。チャリーンチャリーンってやってるうちには人が集まってくるだろうよ。なるほどね。でこの辺でいいだろうってところでもって六分の出番で、まあ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 お待ちなさい、敵敵と付け狙っていたはこれは数限りのないもん、まあここは私にお任せをお任せをってんでこの刀を引かしてもおいびつを下ろして、おいびつを開けてみるてえと、中から酒魚、三味線、敷物が出てこようてえ寸法で。なるほど。ね。後日、一種遺恨の残らないようにってんで、みんなでいっぱいつのんで、シャンシャンシャンと手を締めて、あとはカッポへの総を取りてえやつだな。今までおめえ、本物の敵討ちだと思って、固唾を飲んでみてたのが、なんだよ、花見の趣向だよってんで、うわとしっくり返ろうってんで、どうだいこれ面白い、これは面白いや。上野の噂かっつらっちまうだから、おいおいよるじゃんやれ。ああそうかしら、みんなそうつもりなんだよね。じゃあ一つの役を振り分けようじゃねえね。なんだ俺が言い出しめえだからな、あんまりいい役取っちまったらなんだからね。で一つ俺が実悪ってところでもって浪人もんやろうじゃん。浪人門ってと敵親を殺しちゃったよ。おめえなそのぐらいのことやりかねねえ。だからね、ちょっと顔形が似てるからね、金ちゃんのうちゃん一つ巡礼兄弟やってもらうじゃん。で三味線弾くつもりがあるからね、半ちゃん、おめえにはとんの六棒やってもらえてんだ、どうだよなってことで。いいかよ、しよし、じゃあ早速な、稽古しろ稽古。年代の稽古って敵討ちの稽古でいい。いや、そんなもん、やらだったんね、大丈夫だ、どうにでもなれ。やらがどうにでもならねえんだよ、やっといた方がいいんだよね。
じゃあ俺がって踏み台に腰掛けてタバコ飲んでるやる。ちょっとタバコの火からにしとらん。こういうことになるってえとおめえすぐ資格ばっちまうんだろうね。どうやってなるやんな。あったあった塩からにげんだあった、うん、いやすまねえ火一つ貸してくんね。だから稽古しなきゃダメだっつったな。俺巡礼ったって元は侍だよ。侍だという腹がなくちゃいけねえんだな。だから殺人ながら火を一つおんかしくだされ。こういうの。ああなるほどね。ああったって。で殺人ながら火一つおんかしくだされ。もう軽いんだなおめえのはな。もっと重々しくいかねえがねえ。ちょっとも腹にガッと力入れてやっとくらに力入れて。力入れて注文が難しいねえだな。ない。ん？どうだこんなところで。それでセリフやってごらん。殺人の頃死亡しとだ。ああ苦しくてしゃべれない。バカだねこの野郎。しゃべれなくなるぐらいそんな力を入れることは。表情上げろ表情。冗談じゃねえこんな野郎やれやったん。ちょいと力が入りすぎた。なんだよあんた向こう引っ込んだらお前代わりに行く。よし今度俺が行く。俺がお前の方がうまそうだ。やってみな。殺人の頃おめんめん火を一つ。じゃねえ火を一つおんかしくだされ。火を一つおんかしくだされ。めんめんその調子だ。そうそうおつけなそれ。気取らがってこのとてかもじゃ。笑ってちゃダメだよ。え、ね、何だ驚くんだ、ね、そこで驚く驚く。何やってちゃダメだってんのね。パーってんの驚く。あーなるほどね。パーたねえな唾がかかってくるじゃないか。ちょっとセリフやっとるな。セリフセリフな。これが面倒だからね。いや珍しいや何時は何の何がしようなと。それじゃダメだよ。そこに名前を入れなくちゃいけない。ああどこどこなるほどね。いや珍しいや何時は建具屋の熊公やなと。よしよんだい熊公て侍がいるかいとね。そのと侍らしい名前を入れる。ああなるほどね。いや珍しいや何時は山坂転んだよなと。危なっかしい名前だな。あ北風サブウェイモン風邪ひきそうだな。まあいい明日まで何か考えてしくれね。先やってごらん。何時は何年以前あここも入れるし、ね、7年ぐらいでどうだね。7年以前国元において我が父を打って立ち退き次第役人何時を狙い歌んがため我々兄弟の観覧神句いかばかり雨に打たれ風にさらされ一日先週の思いをなして今日このところにてでわいしはもがくの不幸のんげの花まじえたる今日ただいま理想やのかなぎな尋常に立ち上がって勝負勝負と呼ばわったりファイン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 。だよ俺じゃお前歌ざいもんじゃねえじゃん。お前が一人でやっちゃってしまうねん。脇見てみろ、ね、ぼーっとした鼻なの言うつくんねんじゃねえとか割りゼリフって持っていかないし、ね、もっとお前メリハリつけてパンパンパンとお前切り込むように行くんだよ。うるせえねあんた、メリハリつけてな割りゼリフ、うん、じゃあこらだけどね今月このところにて出会いすべと。おう、もきのふぼくうどんへのなんか売りに来たみたいだな。それから二人でもって稽古しといてくれね。いや立ち回りの稽古行くじゃんよ。立ち回りの稽古。ああ、はたき持ってない。いや俺が歯があんまりこう切り込んでいくからね。こう切り込んでいくからな、うん、だってお前たちが切り込んで俺がこれを避けるから、ね、そこでもってよし俺は片足上げるからな。足を払ってくれ。足をバーこの野郎立ってる足をやるやつがあるけど上げた足をやるんだ。上げた足があったけど冗談じゃね。ここら辺りで六部、あ、六部いねえよ。六部どこ行った。
はばかり減った。おい、しょうがねえな。はいとこ出てこい。どうにかこうにか稽古が出来上がりました。あと翌日になりますてえと、浪人者は、これは倉羽隊の五所紋付きというやつ。これに槍塚ハゲザヤの大将を指しますてえと、深編笠に素足に競ったといういでたち。この人は大変に几帳面な人でございますから、朝早くに出かけました。キリッカオに腰をかけるてえと、パクリパクリとタバコを飲み始めた。一方、六部の方はてえと、ネズミの干物にネズミの鉄鋼、ネズミの脚板という、猫が見たら飛びつきそうな犬たち。俺は一つ袴越しに上がろうてんで、御徒町の辺りまでかかってまいりますてえと、向こうからやってまいりましたな、この人のおじさんという。このおじさんというのは大変にこの耳が遠い。その代わり目が利く。おまけに力が強いという嫌なおじさん。おいおい、そこへ行くのは犯行じゃねえか。ええ。あら、こら悪いとこで会っちゃったよな。どうも、おじさんも久しぶりでござる。この野郎、何面目ねえことがあって開国するのか知れねえが。たった一人のお風呂を置いて行ってどこ行くってん。あら、本物と間違えてやっちゃったんだ。あれ、ほら、おじさん、花見の志向なんだよ。なんだ？花見の志向なんだよ。何？相模から四国へ行く？とんでもねえ野郎。まあいいから俺のとこへ来な。無理やり連れて行かれました。しょうがない、おばさんがいたらおばさんに話をしてもらおうと思うてえと、あいにくこれが留守でございます。そのうちに長い説教が始まりそうになりましたが、これはいけないってん。こいつは一つ酔いつぶした方がよかろうってん。おいびつの中からとっくり取り出すてえと、おいだ、聞いてんね。ね、いいからね。この野郎、こういう野郎だ。開国に出かけようってやつが酒なんだな。まだ本物と間違えて、いいからやんね。出されてみるてえと嫌いなもんじゃございませんか。これをぐびりぐびりと飲み始めた。この相手をしてるうちにこのおじさんというのが馬鹿げて酒が強い。ハンさんの方が先に出来上がっちゃいました。驚いたね。こんなにおじさん強いと思わなくて。あら、こらそろそろ国限だね、これ。間に合わねえ、ほら。やんなっちったらもね。あとは3人でどうにかやんのかどうにでもなれん。ひどいやつがあった。おまんま腕をまくらにかと寝込んじまいました。一方、巡礼兄弟はこれは正面から上がろうてん。おなり街道をまっすぐに、どうだよ、ひーたんぎゃおら、わー、天気がいいからおめえ肌の色がこう空に映ってるじゃないか。あら、おめえ人が集まるぜ。なあ、間違えねえようにやろうじゃねえかな。ちょっと、立ち回りの花んとこよ、ちょっとまたさらっとくじゃん。いいよ、あれだけやったんだよ、もう間違えねえ。そうでねえんだよ。いざ人がカーッと集まってくるってやつ、血が昇っちまってな、間違えちゃったりするんだよ。ちょいとやってこい、ちょいとな、花だけやってきゃ大丈夫なんだよね。だおめえが花が切り込んでる。そうで、後でもって俺が、ドンこれブイボン、あっこれは、とんだことをいたします。どうか一つご勘弁をなっとく。なんじゃ貴様、見れば巡礼ではないか。巡礼と申せば否認骨敵にも等しきやつ。そのような身分でもっておなり街道があるのか。天伝い泥勢でもって武士の免停をはたきおって勘弁なら、それに直り手打ちにいたしてくれ。どうか一つご勘弁なと。おめえも何か言ってくれ。だから寄せってそう言ったんだ。差し替わり合いまして、なんじゃ話かみたいのが出てまいったな。もうその方はこの者の連れか。ブルーン、それじゃございませんね。ただ一緒に来ただけのもんでございます。しからば連れではないか。幸い一人では切り足りんと思っていたところ、その方も手打ちに使うそれどおりどうか一つご勘弁をね。まあ今度待ちなさい。その方は酒を飲むと立ち寄るという。まあ拙者に任せなさい。ほれ、巡礼兄弟、仕込み杖がさやば知っておるぞ。あ、これはとんだものがお目に留まります。最前から見るに
ただの巡礼とも思い、何か身に大望を抱く身ではないのか。いやさ、敵でもつけ狙おうという御仁ではないのか。えっ、そうなんだ。7年前国元において討たれた我が父の敵を探しとるんだがな。やはりさようか。今度を聞いたか。世は太平に流れるおり、親の敵をつけ狙うなどはパレコーシ両名ではないか。してその敵というのは上野の山へ入ったという知らせでもあったのか。今頃向こうで待ちくたびれてんじゃねえかと。何が、ありえなさま、今日あたりが出くわすんじゃないかと思います。さようか。さようなことなればこの場合すぐに行きなさい、すぐに行きなさい。牛仇討ちの折へ居合わせた折には我ら両名及ばずながら助太刀つかまつるぞ。この場合よろしい、早く行きなさい、早く行きなさい。あ、さようか、どうもありがとう、わなんくずるさはぎ、どうもありがとうございました。ブワッ、何をしてやんだ、あったけ。とっくに刻限過ぎてるじゃねえ。あいつらと何かやってうまくいったためじゃねえ。去年の夏だってどうだい、花火見に行ったらいきなり竜宮の玉取りしようって俺の顔の中へ放り込め、放り込まれてから俺は泳げねえったん気がついた。幸いスイカ船が助けてくれたからいいよ。なんだよ、あいつらと何かやるのは命がけだな。だったよ、何をしてやんだろう、あんた。ああ、来やがった来やがった、遅れたと思って駆け出してきや。ほんならその分早く出るべきじゃねえか。ったく、んだ、二人ともすねんとこどろだろせん、転んだのか。二人揃って転ぶってのがいいね。どこ行くんだ、どこ行くんだ、バカだね、あいつら。すり鉢屋持ったらここしかねえじゃねえか。あんな置いて何をしてやんだ。わあ、ここだ、ここで。あそこで敵が呼んでるよ。敵が呼んでるってね。いやー、すまねえ、遅くなっちまって。だい、何してやんの、とっくに国外過ぎて。すまねえ、こっちだって大変だったんだから。大変、こっちはおめえタバコの火がきっかけだと思うから、これ消すわけにいかねえ。あ、だから持ってきたタバコあらかた吸っちゃって、口の中がいがらっぽくなってくれちゃう。これにおめえ、俺のなりみっておめえどっかの侍がそば寄ってきやがってよ。貴殿は以前いずれのご飯中でござる。返事に困るじゃねえか、おっちゃん。しょうがねえ、こっちだって大変だったんだから。うろくぼは来てんのかい。六部だったらこっちがお前始まらなかったら出らんねえってやつだよって。おい、集まってきた、集まってきた、始める始める、始める。ちょっと待ってくれ、駆け出してきてくたばれちゃったんだよな。ちょいとお休む。じゃん、いいから早く始める。分かった、やったよ。出陣の門路、火を一つうんこしことそれ、そうそう、おつけのそれ。パーッ、やあ、珍しいや、何時は黒煙ご兵隊よな。てれえなめかみやったのちゅう。何時は七年以前国元において我が父を討って立ち退きし大役人。おう、何時を狙い撃たんがため、我々兄弟の関南新区以下ばかり、おう、雨に打たれ風にさらされ、一日先週の思いをなして、今日このところにて出会いしは、おう、大きな不木うどんへの花町へたる今日ただいま、いざ親の敵だ、立ち上がって尋常にいいの、ほんのみ勝負勝負。下手くそ。本当に稽古してきたんだこれ。いかにも武士の遺恨を持って何時らが父を討ち落としと、敵呼ばわりしょろくす、あれ、敵呼ばわりし、あれ、敵、あれ、あれ、あれ、すまねえわ、
ちょっとこれ取ってくれよ。そうでなったら、ケリチだってと長いのを引っこ抜いて、チャリンチャリンと合わせ始めた。物見高いは江戸の常、ましてや花見時分の上の時じゃたまりません。天下だ、敵討ちだってと、うわーっと人が集まってきた。なんだなんだ、何駆け出してんだこら。え、何駆け出してんだよ、何駆け出してんだよ。ほら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 、あー、邪魔だ邪魔だ邪魔だ、しゃーほら。えん、これ何駆け出してるんですかね。さあ、私もわかんないですからね。わからんねえで駆け出して、まんげな野郎ねえやろ、あんたい。あらあらあら、あら、えれえ人だね、こらと。なんだ、見えねえ、わらあら。あー、ちゃちゃ、うんげ。うわー、なんだって人の頭の後ろでもっと大きな口開けるんだよ。目でもしからね、目でって口開けろ、目のかい。その分面が伸びんじゃねえかと思いましてね。何言ってやんだよ、前にあるからちょうど行ってんでパクリってやるな。大丈夫だ、まずそうな頭。なんだまずそうなと思った。なんこれ中穴んのやつか、ほら、巾着切りが捕まったんだからな。巾着切りも、あ、俺も行けるよ。あ、俺財布持ってねえんだからね。ああ、そうですか、巾着切りがね。なんか巾着切りが捕まったおすな。ねえ、女小じきのおさんでございますよ。どうなんだろうな。そうなんですよ、よしゃいいんですよ、臨月なんですからね。あれ、もらいが多いだろうってんで出てきたらこの人でしょ。前と後ろから押されて出ちゃったんですな。ああ、大福の雨みたいなもんだ。まあ、なんか女小じきのおさんだろうってございますな。ねえ、馬がつがってんだこだよ。ほんとみんな言うこと違うよ。ああ、あの木の上にいんなよ、これ。なんかなんだよこれ、敵討ち、敵討ち、おおお、まあ、見てえなこれな。どうにかならねえ。よし、こうなったらまたぐらくぐるって手がない。ペッ、あら、ごめんよ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 、よっしゃ、泥棒。なんだこの野郎、泥棒った。俺またぐらくって前出てただけねえけ。なんかおめえのも持ってったかい。ああ、持ってった持ってった。俺のまたぐらの公約頭へ持ってって。汚ねえな、返してやろこんなもん。ああ、これどうなったんですか。ええ、浪人者が敵で、こっちのあの純礼兄弟が敵を撃つわ。あ、なるほどね。ああ、浪人者悪い面してや、憎たらしい面して、ちゃえいえい、早いと敵撃たれちめえ。早いとこ敵撃たれて侍が弔いになっちめえ。しゃあ、石でもぶつけてやるじゃいけんって。いやだ、あ、入ってった。誰石ぶつけやんな。あんた冗談じゃねえなって。こんなに人が集まってくるとは思わなかった。6部は何やってんだよ、6部は。よ、これだけ人が集まったら出てこらんなくなっちゃったんだ。しょうがねえ、もうちょっと辛抱しろ、辛抱しろ。おめえたちはいいよ、敵役の俺評判が悪くてしょうがねえだった。石は飛んでくるし、お前下駄は飛んでくるし、お前どこに、うわっ、誰だ、馬粉ぶつけやんなっしょ。これこれ、そこに、この騒ぎは何事じゃ。おい、なんかよくわからねえんだけどね、木の上のやつに聞くと、なんだ、敵討ちだそうで。敵討ち、ほれ、そこの町人、敵討ちだそうじゃな。して撃つ方と撃たれる方の認定は、撃たれる方が雲つくような浪人者でございましてね、撃つ方が巡礼兄弟でございます。何、巡礼兄弟。今度は聞いたが、最善の奉仕両名、天運にかない敵に巡り合うたものと見える。早速助太刀をして使わせ。ほれ、より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 、お侍さん、助太刀で、どちらに助太刀で、知れたこと、巡礼兄弟に助太刀じゃ。ありがてえな、早いとこしてもらえて、もう二人ともヘトヘトになってんだから。わからねえことには、時々なんか相談しながらやってんだからね。今力つけてやるんで、おーい、巡礼兄弟、頑張れよ、助太刀が来たぞ、助太刀が。助太刀？なんでその助太刀ったよ。六分が来たんだよ、六分が。そうでも言わねえと入ってこらんねえからよ。早くしてもらいてえねよ。さっきから立ち回りの手がつきちゃってこればっかりやってんだよ。みっともなくてしょうがねえよ。本命はこんな重いもんとは思わなかったね。ちょっとこの辺の一服しようじゃん。何やって敵討ち一服ね。もうちょっと辛抱だよ、かもしれん。より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 お以前の孔子両名、敵に出会うて巡
えさっきのお侍来ちゃったお侍どうするどうするったってしょうがない来ちゃったもん今挨拶しろどうも先ほどは失礼をいたしましたええ片木片木さんこの野郎さんなもう悪い野郎でございますこの間のそばの割り目まだ払わねんだがうんいかにも肉体な面つきじゃなんだからあれ、助立ち助立ちったってあらめ本物だろ本物正真正銘の本物なんだってあんなの呼ぶの呼びやしないよ向こうで勝手にしちゃったんなしょうがねえよこうなったらおめえついてねえんだよ今年厄年じゃねえんだちょいとおめえ厄落としにおめえケツペタかなんか切られちゃうやだよ俺は俺何をいたしておる俺兄者は前からかかりなさい弟は後ろに回って突きなさい俺前からかかりなさい後ろから突きなさい敵は好きだらけではないか何をいたしたじれったい及ばずながら拙者助け出しつかまさ長いのをギラッと抜いたからたまったもんじゃねうわ抜けやったってとバラバラッと逃げ出した逃げたどっちが逃げたい三人とも逃げた。わからねえことねえ。お侍さんこれ一体どうなってるの？よ、拙者にもよくわからん。これ、巡礼兄弟、逃げるには及ばんぞ。勝負はこうとこうじゃ。肝心の六分が参りません。